はい、コナンです。今日はですね、EASE6 ナビシステムの箱のスマートフォンバージョン、Android 版になりますけども、こちらをね、遊んでいきたいなと思います。先日ですね、2021年配信予定ということで、アナウンスというかね、プレスリリースがあったわけなんですけども、中国の方でですね、先行配信が開始されましたということで、早速ね、やっていきます。中国語版にはなるんですけども、まずはね、キャラクター一応4種族から選べます。 EASE6 って結構知ってる人多いのかな。完全新作というわけではなくて、今回ね、スマートフォン用にリメイクっていうのかな、アレンジして再登場ということで、 EASE6 自体はね、結構古いというかね、いろんなゲーム機というかね、パソコン、最初 Windows 版で出て、その後 PlayStation 2でも出てるよね。 PlayStation ポータブルでも出ています。で、2003年、一番最初が2003年なんで、結構古いといえば古い。EASE シリーズ自体がね、結構昔から、もう30年ぐらい前からあって、その6作品目ということで、初の 3D 化してるんだよね。EASE6。The Art of Navi System ということで、僕はね、この EASE6 は実はプレイしたことがありません。EASE自体はね、たくさんやってるんだけど、この6はね、やってないんだよね。どうしたの、イーシャ。姉様、なんだか風がざわめいた気がして。風が？気にしないで続けて。私、姉様の声が大好きだから。ありがとう。あれはプレイステーション2版に近いのかな。プレイステーション2版はですね、ボイスがね、キャラクターボイス、フルボイスなんだけど、これは、中国語版ということもあって、フルボイスではなさそうだ。でも、グラフィックは、今回、スマホ用に新しく、これ、書き直してるよね。PS2 版より綺麗なんじゃないか。で、操作がですね、スマホ用に簡略化されてます。ここは遊びやすくなってるでいいのかなっていうね。原作は結構アクションロールプレイング、アクション性が強かったんだけど、おい、いきなりボスキャラか。使われている音楽は原作に忠実だね。ここはでも、ここはなんか別にそんなに忠実にしなくてもいいような気がするけど、EASEはね、音楽も結構凝ってるんで、この音がもうEASEの音だよね。攻撃がね、結構簡単なんですよ。ボタンを押すだけというかね。左ボスキャラか。このEASE独特のね、この音楽。第1章。で、基本的にはね、スマホゲームなんで、オートでね、移動もできます。EASEシリーズはね、このシナリオがよくできてんだよね。EASEはね、1からやってます。1も2も3もね、やってきました。で、ロールプレイングにしてはね、比較的簡単なので、初心者でもね、十分楽しみやすいんだよね。
かもスマホ版はね、基本的にはシナリオを進んでいけばオートで進めれるんで。さあ装備いただきました。育成もね楽しいんですよね。マップがなんかむちゃむちゃ綺麗じゃないか。今スマートフォンはですね、ゲーミングスマートフォンのね Android なんですけども、ヌビアさんのねレッドマジック 5G でやってます。なんかイノシシみたいのが出てきた。これを倒せって、一応狼なのか。でなんか倒すとね、なんか技というかなんかアイテムがねゲットできるらしい。今回ですね、飛び道具のね種族を選びました。この弓矢みたいな、まあ比較的ねこの飛び道具キャラがね、まあ最初は使いやすいかなと思います。結構射程が長いので。さあ倒しましたね。これで獲得しました。これはなんだ。さあ装備しましょうか。お、イースおなじみのこのセーブしたり移動したりするポイント。この子は誰だ。このクリスタルでまあ移動してね、いろんなところに行ったりします。お、そしてなんだこれは。さあ、かけらをね、一つ集めました。これは三つ集めるやつか？さあ、進んでいきましょうか。ちょっと使えるね技が増えました。なんかアルマジロみたいなのが出てきました。あの赤いとこに入るとやられちゃうんで、基本的には赤いとこに入らないように逃げ回りながら、まあ弓をね打っていけば多分いけるでしょう。一応今回ねこれイース6オンラインということなんで、スマホなんでね、オンラインでなんか協力して倒したりっていうねことができるらしい。どうしたどうした。ボスキャラみたいのが出てきました。さあまたね獲得しました。これはなんだ。とりあえずクエストを進めていこう。さあ移動しましょうか。これで2つ目が集まった。あと1かけら。さあまたね、なんか変身できるアイテムみたいのをゲットしたぞ。武器スロットにつけれる。おっと、ボスが出てきた。イースおなじみのなんかこれ戦う場所じゃないか。
倒しましょうか。一応今な3人パーティーで、とりあえず逃げ回りながら弓で撃っていけば。これはなんだ、この変身したぞ。だけどすごいダメージ出たんで、しかも連打だ、連打でいく。この竜巻みたいのがね結構ダメージ出るよね。この変身するやつはクールタイムが長いね。さあなんとかね倒しました。レベルね上げていきます。